大いなる力は本来あるべき時空の彼方へと回帰したのだ。古の我が都は間もなく消滅する。使命を終えた我々の魂と共に。浮かんできたばっかりだってのに、もうなくなっちまったな。これで全てが終わったのですね。いいえ、違うわ。過去の呪縛から解き放たれたこれからが、私たちにとっての本当の始まり。そうだとも。あんなものがいつまでも残ってたら危なっかしくて寝てもいられねえぜ。これでいいんだよ、これで。アドルさん、村に戻りましょう。みんなあなたのことを心配してるはずよ。俺はここに残って復興を手伝うことにするぜ。過去の話とはいえ、同じ一族の出身者としてなんだか責任感じちまってな。昔から闇の一族ってのは人々から忌み嫌われ、どこにも安住の地がなかったんだよ。確かに奴らのやり方は間違っていた。だがその気持ちだけはわかるような気がするんだ。アドル君、このビル君が一人前になるまでは私もここにとどまることにするよ。お兄ちゃん、また一緒に遊ぼうね。あれ、なんだか気乗りしないみたいだね。そんなことじゃ冒険家とは言えないよ、なんちゃって。私を覚えていますか？ウェヌスの村でお会いしましたね。この子を見てください。額にあった賢者の刻印が消え、元の赤ん坊に戻ったんです。これからは普通の親子として暮らしていきます。あなたにはどんなにお礼を言っても足りないわね。これからは犠牲になった多くの人たちの分まで頑張って生きていくわ。いつかまたこのセルセタを訪ねてください。その時はきっと笑顔で迎えられると思います。どうかお元気。あなたのことは忘れません。そろそろ陸地が見えてくる頃だ。あそこには俺の故郷。
はこの辺にしておきましょう。もっと聞きたいよ。ねえねえ、次のお話は？また今度読んであげますよ。まだまだたくさんの冒険がありますからね。今読んでよ。ごめんなさいね、みんな。そろそろ夕食の支度をしなければ。